林文子、林文子、林文子、1903年、明治36年12月31日から1951年、昭和26年6月28日は、日本の小説家。物心ついた、小学生時代に貧しかった老い立ちからか、底辺の庶民を慈しむように描いた作品に、ことに名作がある。文壇に登場した頃は、貧乏を売り物にする。 素人小説家。その次は、たった半年間のパリ滞在を入り物にする、成り上がり小説家。そして、日中戦争から太平洋戦争にかけては、軍国主義を太鼓と笛で生やしたてた政府を抱え、小説家など、いつも批判の的になってきました。しかし、戦後の6年間は違いました。それは、戦に打ちのめされた、 私たち普通の日本人の悲しみを、ただひたすらに書き続けた6年間でしたと言われるように、波乱万丈だった。当人は、生まれは、下関といい、少年は、明治37年、誕生日は5月5日などとも書いて語っていたが、没後20年余り経って、誕生の地は、文字しこもりへ、現、北九州下地区との説が発表された。ただし出生届は、 おじの家の源、鹿児島市に、明治三十六年十二月三十一日誕生として、翌一月に出ている。ジップは、宮田浅太郎、母は菊。浅太郎が認知しなかったので、娘は、林文子として、母方のおじの戸籍に入った。浅太郎は、下関で、セリウリや敵屋をやってあて、一九百七年若松市、源。 北九州市若松区へ移って繁盛したが、浮気して、母子は1910年、万頭の沢井喜三郎と家を出た。養父と母は北九州の丹行町を行商して回り、文子の小学校は長崎、佐世保、下関と変わった。喜三郎は、下関で古着屋を営んで証拠を得たが1914年、倒産し、11歳の文子は、 本籍地の鹿児島に預けられた後、旅飽内の両親について、山陽地方の木賃宿を転々した。1916年、大正5年、13歳、尾道市にしばらく落ち着き、1918年、市立尾道小学校、現、尾道市立土道小学校を2年遅れで卒業した。1918年、大正7年、15歳、分才を認めた。 運動の勧めで、尾道私立高等女学校、現、広島県立尾道東高等学校へ進学した。図書室の本を読みふけり、夜や休日は働いた。女学校の教諭も、文才を育んだ。18歳の時から、秋沼陽子の筆名で、地方新聞に、シア短歌を載せた。尾道では親友たちに恵まれ、後年もしばしば、帰郷した。 1922年、19歳、女学校卒業直後、留学中の恋人を頼って上京し、下足番、女校、事務員、女給などで自活し、義父、実母も東京に来てからは、その露天賞を手伝った。翌1923年、卒業した恋人は帰郷して、婚約を取り消した。9月の関東大震災を、3人はしばらく、小道や四国に避けた。 この頃から筆明に、ふみ子を持ち、つけ始めた日記が、放浪期の原型になった。1924年、親を残して、東京に戻り、再び三人の生計を稼いだ。坪井茂次、岡本淳、高橋新吉、小野十三郎、辻淳、平林太子らを知った。同棲しては、別れることを繰り返した。死のパンフレット、二人を、 友谷静江と三号まで出した。原稿を雑誌社、出版社に売り込んで回り、時に拾われた。1926年、23歳、画学生の手塚緑里子、正春、通称李用区と内縁の結婚をし、落ち着いた。緑里しは実直で、妻の執筆を助ける人であった。1928年、昭和3年2月、 長谷川しぐれ主催の女人芸術誌が踏み子の詩、キビ畑を載せ、10月から翌々年10月まで20回、次元的小説、放浪記を連載した。その間の1929年6月には、友人の基金を受けて、初の単行本の詩集、青馬を見たり、を、自費出版した。放浪記は好評で、1930年改造者観光の放浪記と、続放浪記とは、 昭和教皇の世相の中で売れに売れ、文子は流行作家になった。陰勢で中国へ一人旅した。講演会などの国内旅行も増えた。1931年11月、朝鮮、シベリア経由でパリへ一人旅した。すでに満州事変は始まっていた。金銭の余裕があれば、旅に出て向こう水な単独行を応じなかった。ロンドンにも住み、 1932年6月に帰国した。旅先から寄稿文を雑誌社に送り続けた。1935年昭和10年32歳の短編、下記は私、小説的な作風を離れた本格的な小説として評価された。1937年の南京攻略戦には毎日新聞の特派員として現地に赴いた。 1938年の武漢作戦には内閣情報部のペン部隊の後一点として従軍し、男性陣を尻目に陥落後の観光へ一番乗りした、戦北岸部隊、共産党に寒波を訳したとの権威で、1933年に中野警察署に留置された。主な分業の孔から伺える活発な分筆活動を続けながら、1940年には、 北満州と朝鮮に行った。1941年には、ついの住処となった自宅を下落合に新築し、飛行機で満州国境を慰問した。放浪期、泣き虫小僧などが発売禁止処分を受けた。日米交渉が難航していた。太平洋戦争前期の1942年10月から翌年5月まで、 陸軍報道オブ報道範囲として、シンガポールジャーボルネオに滞在した。選挙区が押し詰まって出版会も失速し、1944年4月から、緑瓶の故郷に近い長野県の神林屋温泉、ついで、角間温泉に疎開した。疎開の間に会を借りた民家、長野県下高井郡山内町角館が、林文子文学館になっている。下の自宅は、 空襲を免れ、がれ、1945年、昭和20年10月に帰京した。自由にかける時代を喜んだ。用紙事情は厳しかったものの、人は活字に飢えていて、翌1946年から新旧の出版社が動き始めた。かつて、原稿の売り込みに苦労して、人気作家になってからも執筆依頼を断らぬ文子は、ジャーナリズムに便利だった。書きに書いた。 その中に、万岐や、浮雲などの名品もあった。1948年の女流文学者賞は、万岐で受賞した。使用や、講演や、取材の旅も刺激した。1949年から1951年に、かけては、9本の中長編を並行に、新聞、雑誌に連載した。1951年、昭和26年。 6月27日の夜分、主婦の友の連載記事のため両邸を二軒回り、帰宅後に苦しみ、翌28日不業心臓を麻痺で急性した。47歳ボージャーナリズムに殺されたと、世間は言った。なお、急性の直前、6月24日には、NHK ラジオの生放送、若い女性から会ってみたい人のページにゲスト出演し、 女子大生数人に対し質疑応答を行っている。この中で、ふみこ本人が、すでに晩年であると思い、無駄な玉は投げないとも語っていた。この放送時の一部が、当時の番組広報用として、映像保存されており、NHK アーカイブスのサイト、NHK 名作戦から若い女性で、動画公開されている。外部リンク参照放送音声は録音保存され、 直近では2016年1月26日に NHK 第一ラジオで放送された。7月1日、自宅で告別式が取り行われた。近在の市民が大勢参列した。葬儀委員長の川端康成は、個人は文学的生命を保つため、他に対して時にはひどいこともしたのでありますが、しかし、ここに3時間もすれば、個人は灰となってしまいます。 死は、一切の罪悪を消滅させますから、どうか個人を許してもらいたいと思いますと弔辞の中で述べたという。戒名は、純徳院不要清春大師、一万マサイン幸運寺に埋葬された。去年四十七、生前、色紙などに好んで、花の命は短くて、くしきことのみ、大狩期と書いた。1943年に、 新生児をもらい受けて養子にした体は、1959年、自己死した。ふみこを支え続けた夫緑瓶は、彼女の分業の整理に長く協力して、1989年、ぶっこした。旧宅が、新宿区立、林ふみこ記念館になっている。2010年2月、桐野夏樹が、表伝小説、何かあるを上司している。多作で、 また組み合わせを変えた短編集も出ており、書士は膨大である。林はほとんどの場合、作品をまず雑誌に掲載し、その後に単行本を刊行した。その書室の雑誌名は、前週に詳しい。昭和23年、1948年の、主婦と生活6月号に、林文子のトマトのすき焼きが紹介されている。 6ミリくらいの輪切りにした麦たてトマトをバターかラードを溶かしたフライパンで焼き、煮えたところで牛肉を乗せ、火が通ったら醤油と甘味料を入れるとしており、戦後3年しか経っていない当時は配給性の砂糖は貴重品であり、ズルチンやサッカリンなどの人工甘味料を代用した思われる。品種改良した現代のトマトと違い、当時のトマトは甘みを加えた方が美味だったものか、初夏には、 格別美味しいものですと載せている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。